ディズニーでは違和感を感じないのには何か理由があるのでしょうかあの、レリゴー、レリゴーがありのままにっていうふうに、日本的な動きとかキャラクターのお約束っていうのは割と無視するんですね。石原裕二郎が俳優としていい声出してるんですけど、全く画面に合わない。えー、幸せふさぎのオズワルドさんですね、えー。アニメ映画等の声に声優やタレントを使うなとアニメファンはよく言います。 自分もハウルの動く城でのキムタクや、ポニョの山口智子の,の声は浮いてる感じがして違和感を覚えるので、その意見もわかります。でもディズニー映画吹き替えはあまり気になりません。ジブリでは受け入れにくく、ディズニーでは違和感を感じないのには何か理由があるのでしょうかですね。えー、という質問です。うん。まあ、あの、いろんな答え方があるんでしょうけども、技術的に答えますね。あの、なんで、 なのかっていうのを、多分その気持ち的にとか、あとどんなキャラクターが何とかっていうふうに言うとややこしくなるので、技術的にだけで答えてみるけども、えー、まずですね、日本人が見ているアニメと、あと欧米人が見ているアニメで、あの、リアリティのちょっとね、センス違うんですよ。日本人ってね、構図でリアリティ見るんですよ。多分浮世絵からの伝統だと思うんですけども、 この場面をどんなショットでカメラの位置で撮るのかと。例えば、ハッとし主人公がアッてする場合は、絶対にアップでに従うんですね。その方が僕らはそのアニメーションリアルだと思うんですよ。ずっといわゆるロングで撮ってるようなアニメーションではなくて、驚いた時にアップになったり、ここは煽りで下からこう撮ってたりですね。あと主人公の目だけアップにして、で目の あの、反射とかですね、そう、目の、瞳の微妙な動きとかを入れると、人間というのは、日本人というのはそこにリアリティを感じると。で、もちろん欧米人もそのリアリティはわかるんですけども、欧米人は圧倒的にですね、アニメのリアリティってリップシンクなんですよ。つまり、声と口が合ってるからなんですよ。これで、ね、 あの、意外かもわかりませんけども、合作アニメっていうジャンルがあって、何かっていうと、日本で制作してるアニメなんだけども、日本で放映されないアニメっていうのが、まあまあよくあるんですよね。それは海外でオンエアされてる、海外で、まあいわゆる土曜の朝放送されてるの、子供向けのアニメとかあるんですけども、あれのアニメの受注を受けるとですね、絵コンテにですね、A とか E とか I とか O とか書いてるんですよ。それは何かっていうと、セリフの,あの母音が書いてるんですよ。 だから、あの、僕が今言った、だからだったら、あ、あ、あ、ですよね。ええええって書いてある。そうすると、だからっていうのをすべて、ええの口の形にしないと、あっちの人は納得してくれないんですよ。納品拒否になるんですね。だから、多少アニメーションの動きが下手でガタガタでも、リップシングだけは絶対きちんとしろっていうのが、まあ、いわゆる、その、 アメリカから、ヨーロッパからのアニメ受注した時があるあるなんですよね。で、多分それは、あの、これは僕はあの、いい加減な検討で言いますけども、えー、欧米文化がですね、あの、標文字だからだと思います。欧米の文字っていうのは。つまり、えー、アルファベットっていうのが音を、 表すものであって、日本語とか中国語みたいな文字が表意文字、つまり意味を持ってるやつなので、同、えー、音異語が多いんですよね。日本語にはものすごい同音異語が多い。なので、リップシンクしてもそんなに意味ないんです。リップシンクして無理に、 あの、言葉と口を合わせても、例えば、アキラっていうあの、劇場アニメ。アキラって、あらかじめ声を取ってリップシンク完全にしてるんですよ。で、でも僕ら、アキラで、あの、感じるリアリティってリップシンクじゃないんですよね。あの、うるさーい俺に命令するなーっていうふうに、鉄を言う時に見てください。完全にリップシンクしてるんですよ。でも僕らはあそこで、なんかそれやりすぎじゃない <laughs> って思っちゃって、それよりはやっぱり、構図とかのかっこよさにリアリティを感じるんですよ。でも、 その、アメリカのアニメっていうのは絶対に声を先に撮るプレスク形式っていうのを撮ってて、でそこから絵コンテに母音を抜き出して書いて完全に口を合わせるんですよね。で、えー、ここから具体例に入ります。えー、と、アナと雪の女王の主題歌で、あの、アリのママにっていう歌あるじゃないですか。あの、あれね、えっ、ー、と、言語ではレリゴー、レリゴーって言ってるわけですよ。 で、まあ、これ、あの、レリーゴーという意味とありのままにというのは全然違うじゃないかというふうに僕はあの、前にあの、アンと雪の女王を解説するときにですね、言ったんですけども、まあ、その時にですね、いや、本当はこういう事情があるから言わなきゃいけないんだけどと思ってたんですけど、ちょっと流れとして長くなりすぎるんで、端折った部分をちょ今から説明しますね。あれね、なんであの、レリーゴー、レリーゴーがありのままになのかっていうと、もう今の話で終わりかりのように、レリーゴーのレーはオ音ですね。え、口を開けます。レー。 で、d, d はイオンです。だから i です。だから e, g 横になります。で、go, o です。で、これで、えー、っと、e, i, o の母音で日本語に当てはめようとしてるんですね。ディズニーっていうのはミュージカルシーン、歌のシーンでですね、あの、歌の意味よりもリップシンクを優先するんです。なんでかっていうと、もうこれはもう文化性ですよね。あの、 多少意味が変わろうともリップシンクをちゃんと合わせたいと。その方がディズニーアニメだと。つまり日本人のリアリティよりもディズニーアニメっていう方をやろうとする。そうすると歌の翻訳すごく大変なんですよ。歌の翻訳としては意味よりもまず母音を合わせなきゃいけない。なので、えいおーえいおーっていうのを探すと。そうすると絵がないんだけど、あとえはほとんど口の形が同じだから、ありのあり おだからこれでえいおうになるんです。あの、あいおうになるわけです。そうするとリップシンクが合うので、ありのままでっていうのが、ちゃんと、あの、はまるわけですよね。で、なのでですね、その、あの、意味が違うんだけど、ディズニーはリップシンクの方を優先させるので、あの、レリゴー、レリゴーがありのままにっていう風になるんだと。 いうのをですね、まあまあ、あの時のジョーンの解説の時に言おうかなと思ったんですけども、あの、意味が違うっていう論を言ってる時に、なんで意味が違っちゃうのか、それにはこういう事情があってね、まで言うと、あまりに言ってることが分散されすぎて、枝が多すぎて、本論が頭に入ってこないなと思って、まあ飛ばしたんですけども、あの、オズワルドさんに聞かれたので答えてみました。えー ということでですね、あの、ディズニーの吹き替えを俳優さんがやってもですね、あんまり不自然にならないのは、まず、その、セリフの意味よりも音の響きを大事にしているからであってですね、あの、日本的な動きとかキャラクターのお約束っていうのを割と無視するんですね。だから、日本のアニメーションっていうのは割と動きが極端だから、声優さんの演技もちょっとテンション張り目の声優声でないと合わないんですよ。 あの、我が青春のアルカディアというですね、松本零士のアニメですね、やった時にですね、えー、ハーロックっていうですね、あの、第二次大戦のパイロ第一次大戦の時のパイロットをですね、えー、石原裕次郎がやったんですよ。石原裕次郎が俳優としていい声出してるんですけど、全く画面に合わない。それは松本零士のキャラの絵っていうのは、その、アニメーションとしては割と表現のデフォルメが強い。 キャラんなで、すよディズニーっていうのはそれを、その、俳優さんのリアル演技の声とリップシンクでリアリティをくっつけてるわけなんですけど、日本のアニメっていうのはリップシンクしないから、その分ですね、俳優さんが演技で合わせていかなきゃいけない。だから声優さんの方が愛がいいわけですね。で、ジブリは、 そのディズニーアニメと日本アニメのちょうど中間地点なんですよ。ディズニーアニメほどリップシンクを優先しないんだけども、日本アニメほど極端な演技をさせないので、ちょうど声優でも成立すると。ナウシカとかラピュタに声優でも成立するし、ハウルのようにキムタクでも成立するというですね。割とね、あの、どっちでも合わせれる珍しいアニメだから、えー、こういうふうなことになってるんだと思います。<laughs>